皆様こんにちは、キスジャガーです。2020年2月1日土曜日14時22分です。こんにちは。今現在大和高田バイパスというところ、国道165号線バイパス走っておりましたが、それはもうここで終わりです。あの一般道はこれ左に出てください。まもなく大和高田バイパス、ここが終点です。はい、左に降りなければここからが南阪奈道路、有料道路に変わります。17キロポスト、終点まであと17キロということかな。だからしばらく20分弱ですね、お付き合い願います。数字減っていくね。だからやっぱりあの残り距離17キロぐらい、 16.7。 14時23分です。ここは有料区間ですからね、制限速度70キロやったかな、60ですね。まだトンネル2つ抜けて70になるのかな、ちょっとしばらく60かもしれませんね。ポスト14時23分南阪奈道、大阪方面、三原方面行きです。制限速度こっから70キロですね、さっきまで60でした。はい、この左の下に見えないかな、カメラでは道の駅葛城というのがございました。高速道路上にパーキングエリアのようにあるんではなくて、県道のね、30号かな、県道の道路沿い一般道に道の駅ございます。道の駅葛城、多分ね、そんなに古いやつじゃなくて、ここ3、4年ぐらいかな、4、5年前はなかったと思うんですが、ここ3、4年で多分、ね、できたと思います。注意してください。はい、一般道から登ってまいります。左から合流がありました、はい、この合流終わりますと残り 200m ぐらいで対面通行に、あの左車線なくなります。14.5km ポスト、14時24分、葛城インターを越えました。南阪奈道路速度70キロですね。南阪奈夜間通行止めが2月3日から8日までと12日から15日までとなってましたね。ちょっとあの動体視力的なものの限界であれ以上は読めません。大使まで4キロ、羽曳野まで9キロ、三原ジャンクションまで14キロです。13.3キロ、やっぱり道路作ってるな、これ左側。南阪奈道路今対面通行でしょう。これ土地が有り余ってるからね、左工事して、これトンネルも左側作って、これ片側2車線の2車線2車線の道路になるんちゃうかな、そのうち。まだね、あの来月再来月開通しますみたいなことじゃないとは思うけれども、もうトンネルも作ってるね。まあ何年後か分かりませんが、この今対面通行であるこの道路は、あの片側2車線の道路に生まれ変わるかと思います。楽しみですね。2020年2月1日土曜日、今日現在ではまだ
工事してますねってトンネル作ってますねっていう感じでした。何年後かに見たら、ああ工事してたやっぱりそうやったんやってなるかな。まあ、100年後とか見たら面白いでしょうね、この私の動画でも。100年前こんな車走ってたんやなみたいな、古めかしいなみたいな、まだ煙吹いて走ってるやんけんみたいな、そんなんでしょうかね。1960年代の東京の映像とかね、見たことあるんですけど、まだ下駄履いて着物着てましたね、あれね。1960年代は昭和40年代かな。今現在50歳ぐらい、50歳過ぎの人が生まれたぐらいの頃でしょうか。その頃の東京っていうのは、まだギターを履いておったり、ルーキー着物着て歩いてたり、およそ1キロ先ちょんまげまではあれでしたけどね、頭も日本髪みたいな感じの、そんな映像を見たことがあるんですけど、はい、70キロの道路でした。ここから50キロ制限速度下がります。料金所が600メーター先にございます。ご注意ください。まもなく料金所です。かなり長い2キロほどある下り坂、4.5%、結構きついですよ。下り坂、長い2キロの下り坂続きます。羽曳野まで4キロ、三原ジャンクション9キロ、近畿道大阪31キロ。どういうこと？近畿道大阪ってどこや？どこのこと言うてんねんみたいな。吹田のこと、大阪って大阪市じゃないんだけど、吹田は吹田市なんだけど、近畿道自体大阪市内通らないか。ああ、あれか、長吉長原とか、あれ平野区は大阪市やな。大阪市平野区を通って、八尾市と東大阪市を通って、大東鶴見も大阪市鶴見区か。でそれを越えたら門真市、門真市森口市のあたりを通って、で摂津市、茨城市、で吹田市かな。近畿道大阪なんですね。はい、7.4 キロポスト、14時31分。私のタイムリミット、15時に会社に帰りたいので、今14時31分ですから、あと29分しかございません。残りわずかの命、29分しか時間がないのに34キロ残っております。ちょっとこれ間に合わないですね、15時。ああ足痛い、神経が痛いな足が。富田林の出口、ちょっと奈良に
った時とは景色変わりましたね。すごいあの住宅というか家がものすごい数見えますね。まあ富田林とか羽曳野もね、あの大阪府っていう言い方をしても大阪市内じゃないんでね、大阪府の中でも結構田舎やと思うんですけれども、まあでも建物はたくさんこうひしめき合ってますよね。昨日から葛城まで2月3日から7日まで夜間通行止めて書いてましたね。今で今月は はい、この羽曳野出口を過ぎると別料金です。5キロポストぐらいかな、 5.1 キロポストぐらいですね。今三原ジャンクションまで5キロぐらいっていうことです。14時33分羽曳野インターでした。出口を通り過ぎて、あ、ここも2車線にする気やな。これ左側作ってますよね、これ明らかにね。楽しみやな。早く2車線ならんかな。1車線の区間はね、めちゃくちゃ煽られる感じですからね、後ろから。この先、合流があります。注意してください。はい、羽曳野の入り口、羽曳野インター入り口、合流左からございます。はい、ここから80キロです。80キロの道路、制限速度上がりました。14時34分。3.7 キロポスト、4キロ切りましたね、三原ジャンクションまでね。またその会社まで残り距離30キロ、カーナビの時間読みでは15時到着となっております。ギリギリかな。残り距離30キロで残り時間26分なんで、ちょっとオーバーするかな、3時5分か3時10分ぐらいになるかなみたいな感じで私は思っております。この車は、まあ、3時過ぎにあの夜勤の人にバトンタッチするので、もう泊まってあのトイレ休憩とかコンビニでちょっと缶コーヒーでも買うかみたいな、そんな余裕はございません。休憩ゼロで急いで会社帰らないとダメです。はい、ここから羽曳野市終わりまして堺市に入りました。堺市三原区、三原ジャンクションもう間もなく、あと 2.3 キロです。14時35分三原東インターの入り口のみかな、出口なしか。この先見逃したそれか。注意してください。三原東インター入り口です。14時35分 1.7 キロポスト残り1キロ、料金所がございます。三原の料金所、川に車線変更したいんですけどね、今バンバン抜きに来ましたね。残り 600m なんですけども、スピード落としてくれる気配がございません。ここから制限速度 60km に変わります。私吹田方面行きたいんで右に行きたいんだけど、アクアみたいなのが抜きに来てるね。プリウスか、はい、電光掲示板あの何も書いてなかったですね。阪和道和歌山方面にしても近畿道吹田方面にしてもどちらにしても
電光掲示板書いてなかったので、工事も事故も何もしてないかと思われます。はい、南阪奈道路終わりました。お疲れ様です。だいたい15分そこそこですね、今の撮影時間を見ておると。15分ぐらいで大和高田バイパスの桂木インターから、南阪奈道三原ジャンクションまで全区間を15、6分で通り抜けました。制限速度で走ってもこんな感じです。なのでむやみに飛ばされることないのかなと。結構せっかちな車はね、一車線しかないところを煽り倒してくるんですけれどもね、そんなことしなくてもそんなに時間かからず抜けれる。山道で急勾配でまあまあの急カーブ連続しますので危ない。しょうもない運転をやめた方がよろしいかと思われます。はい、こちら阪和道最後の入り口、三原北入り口ですね。三原北入り口、三原北出口はございません。入り口のみです。三原付近にご用の方は阪和道は三原南の出口で降りてくださいっていうことなんですが、はい、三原ジャンクションからもう阪和道に入ってます。でも阪和道そろそろ終わりまして、この先の松原ジャンクションというところで近畿道に行く方と、阪神高速14号松原線に行く方と、西名阪道で奈良郡山天理方面行きに行く方と分岐します。松原ジャンクションは交通量も多いんで平日はすごく渋滞するし、事故もかなり多いです。合流が ややこしいっていうことはないんやけれども、分かってる人はねどっちことないんですけども、予習せずに来てる人が看板見ながら走るにしては、交通量でね看板見ながらノロノロ走られたらそれは危ないわみたいな。で急に看板見てこっちかってハンドル急に切られてもね、交通量かなりいるんで迷惑か事故かもうろくなことにならないみたいなね。なので私の動画を見て予習してお出かけください。松原ジャンクションまであと 2,3 キロ手前ですが、松原ジャンクションまでは行きません。その手前で左方向、今一番左車線おるんですけれども、阪神高速14号松原線で大阪市内の方に私は向かいます。松原ジャンクション 1.5 キロと看板出てます。一番右近畿道、真ん中が西名阪道、一番左が阪神高速14号松原線、もう 1.5 キロ手前ですけど、そろそろ車線変更して心構えしといてください。私だいぶ手前から一番左走ってるけどね、もうこれを知らずに阪神高速松原線行くっていう車が3車線の一番右走っておったりすると、ああいかんいかんって看板見て急にこの2車線をまたがないかんって言ったら、今日は土曜日やから空いてるからね、ガラガラやからいいけれども、これ平日めちゃくちゃ混んでるんだよね。ここ一番右車線から一番左車線に車線変更するだけでも大変なんでご注意ください。はい、左から上がってきますのが松原の入り口です。松原入り口、注意してください。その先松原出口はございません。この先ジャンクション通り越しまして、長吉長原っていうところまで出口ございませんのでご注意ください。で私は近畿道にも西名阪道にも行かないので、この松原ジャンクションこの手前で一足早く14号の松原線に入らせていただきます。ここで区切ってもいいんやけど、どうしよっかな。松原線も前回やってるしな。区切るか。ご視聴ありがとうございました。松原ジャンクションやし終わります。